皆さん明けましておめでとうございます。河川です。去年はお世話になりました。今年も何卒よろしくお願いします。前回の動画ではたくさんの再生ありがとうございました。デイリー総合ランキング58位とかは言ってて、正直ちびりました。さて今回はお久しぶりのダイヤ動画です。スムグ編となります。スムグはその射程や移動速度から、味方の前線を上げる役割や、拠点に突入する役割になるのがいいでしょう。ムーさんあたりからでしょうか。スムグが高齢と低反動かつ移動速度の速い、かなりハイスペックな武器種となりました。打ち合いが一番激しい場所で戦うことが多いので、今作から鼓動を始めた人に、性能も相まっておすすめできます。とりあえず突っ込みまくっていれば、動きも身につくし、戦況を把握しやすいでしょう。そんなスムグのダイヤ迷彩チャレンジですが、まずデュポンの解除に100ヘッドショット、それ以降はおなじみのこちらになります。全体的に数は多めですが、性能も相まって、そこまで苦労することもないでしょう。ですので今回は、苦労するであろうポイントに絞って解説していきます。まずはこちらチャイコム CQB です。3点バーストのスムグであり、相性は木首です。3点バーストですが間隔が非常に短いので、連射しながら運用するのがおすすめです。セレクトファイアをつけてフルオート化すると、レートが下がってしまうのでおすすめしません。アイアンサイトがムーさんのクソ武器9にそっくりで見にくくヘッドショットしにくいのでリフレックスがおすすめです。次はこちらスコーピオンです。前作までのスコーピオンとは全く違い、恐ろしいほどの高齢とを誇る、超蒸発武器になっています。ラピッドファイアとかつけると射撃音がすごいことになります。その性能ゆえに弾薬の消費が激しく、反動制御も難しいです。よっておすすめアタッチメントは、ファストマグ、拡張マガジン、グリップなどになります。またヘッドショットを狙うときは、リフレックスサイトでの指切り射撃がおすすめですが、どうしても狙えない、という人は、レーザーサイトをつけて腰ダメで頭を狙うのも、一応手段としては考えられますね。そしてスムグのおすすめカスタムはこちらになります。ストック、ライトウェイト、デクスタで移動能力をさらに高め、タフネスとロングバレルで打ち合いを強化、フラッグジャケットで拠点のダッシュを狙います。セカンダリは装備せずに倒した敵の武器を拾うのが効率よくおすすめです。劣勢時はパーク3をマスクに変えて、じわじわと前線を上げるのがいいかもしれませんね。さてスムグの解説はここまでなのですが、少し短いので全体的な補足をしておきます。私がこれまでに上げたダイヤ動画は、時期が早かったこともあり色々と修正点があります。まずはコンバットナイフについて、動画内では、普通に武器を持っている時にナイフでキルしても、コンバットナイフのチャレンジは進捗すると記述しましたが、されません。武器を外した状態でナイフを構えないといけません。そしてクロスボウの爆風キルですが、当時は実は爆風キルはチャレンジにカウントされませんでした。現在は14のパッチで修正され、カウントされるようになりましたが、当時は誤情報でした。そして、ダブルキルやトリプルキルですが、アプブのトリプルキルなど、一見難易度が高く感じますが、実はメイン武器でダブルキルした後すぐに、アプブで1キルすればトリプルキルしたことになります。覚えておいた方がいいでしょう。そして5連続キルですが、おそらくクロスボウで苦労されている方が多いかと思いますが、実は真に別の武器のキルが入っても、その武器自体で死なずに5連続キルすればいいです。例えばこんな感じです。これをうまく利用すれば進み行かずとも、他の武器でキルしてスカゲンで弾を拾えばいいので、もっと楽に達成できるかもしれませんね。今回はここまでとなります。去年は初投稿ゆえに数多くのミスがありました。本当にすいませんでした。今年はもっと質の高い動画が作れるように頑張ります。それではここまでご視聴ありがとうございました。